Hello, my friend. Welcome back, うららチャンネル。こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。Yes, you are good. Yes, you are good. 今日は耳かきと雑談。久しぶりに。で、カメラセットするギリギリまで何話すかっていつも全然考えてなくて。綿棒の箱を鳴らしながら今考えたりして耳かきと雑談久しぶりだよね。結構久しぶりだよね。最近はめったにやらないので、じゃあ耳綺麗にしようか。じゃあやるよ。そう、最近さ、リラクゼーション系の音源と動画を最近作成してるんだけどさ、結構以前コミュニティの方でも、あとドライブと雑談の動画でも話したことがあるんだけど、短い時間の ASMR 動画っていうのをね、たまにちょくちょく、出していこうかなと思って。ほら、結構ね、時間に追われる忙しい OL さん、サラリーマン、公務員の人、いろんな商売で、本当にゆったりとくつろぐ時間がない人っていうのも結構いるわけで、30分1時間の動画ゆっくり見てられないよって、そういう時期に入っている人もたくさんいるだろうし、以前は耳かきの音8時間とかそういうの出したりすると、真面目に8時間聞こうとする人も中にはいて、ちょっとびっくりしたこともあったんだけど、自分の好きな時間でリラックスしたり入眠したり、そう、眠ること、とても大事だよね。で、音の研究をしてる時にさ、やっぱりいろいろ、その俺の中で古代な蓄積されたいろんなデータ、脳波、例えば
脳波のデータっていうのがあって、その人の脳波っていうのは例えばアルファ波の方がいいんだよとかさ、スローベータ波ぐらいがいいんだよとかさ、いやいやシータ波だデルタ波だっつってさ、いろんな脳波の話とかも知り合いと出てきたりするんだけど、その2、30年前はその脳波になると人間の状態っていうのは良くなる、まあ、そういうふうに研究っていうのは進められてきたんだけど、いろいろ考えてみると、やっぱり脳波よりも、感情面の思考習慣の方が、リラックス音源を作るには大事な着目点なのかなって、でも3年ぐらい、3、4年ぐらい前からそういうふうに思い始めてさ、だって例えばさ、ワンワン泣きしてるときと大喜びしてるときって脳波って同じ状態だぜ。ファストベータ波か、ガンマ波に近いような、でそこからどんどんスーッと落ちていくっていう、この数字的問題だと、ごめんね、目に見えないものを追いかけていくような、その脳波が例えばコンピューターのグラフで現れたとしても、じゃあアルファ波の中のどんな感情で、シータ波の中のどんな感情、ベータ波の中のどんな感情って、今そういうデータも蓄積してて、例えばすごい悲しいこと考えててもアルファ波でいる時はあるし、感情と思考習慣でどんどん人っていうのは変わっていくしね。で常に一定の脳波の状態じゃないし、でこの揺らぎに関しても、やはり一定じゃないから、そういう時はループ、繰り返しのループ音を使って安定させていくような音とか、なんかめんどくさい話してるね。で、そう、昨日ね、もう中3になるうちの息子が奈良京都修学旅行行ってさ、帰ってきたんだけど、あ、外の工事の音が聞こえる。今ね11時昼間の時間帯なんだけどさ、で息子が修学旅行から帰ってきて、ポーンとお土産をくれたんだけどさ、初音ミクのあの箱があったんだよね。でその中にお菓子が入ってるんだけど、それ京都で買ったらしいんだけどさ、それ写真はコミュニティの方に載せたんだけど、
最近は奈良や京都でもお土産とかそういうものはアニメで彩られて、なんか面白かったね。その自分たちが中学生ぐらいの頃っていうのはもうそれほとんど考えられない世界だったから、奈良京都っつったらもう伝統を全て大事にするっていう感じで、でもね、やっぱり時代とともに、表現の仕方っていうのもどんどん変わってきてるよね。やっぱり30年前と、30年前どころじゃないな、俺の場合修学旅行、中学の修学旅行行ったのは35年、うわあ大昔だねその時なんかね、携帯電話すらなかったからね、もうそれこそそれが SF アニメの世界でさ、携帯電話を持つでね、そのスマホで、スマホがあれば買い物ができるだとか、そういうのって本当に SF アニメとか、小説の世界で夢見てた。コンビニだってなかったからね、お店なんてみんな8時ぐらいにはもう全部閉まっちゃって、夜の街はすぐ真っ暗にっていう世界だったけどね。今は眠らない街、眠らない、おっと眠ってもらわなきゃね何か元気な声が聞こえるなじゃあダブル耳かきいくよ。よし、綺麗な耳になった、これからもその人が安心できるような、微笑めるような、そういった音源、リラックスできる音源を作っていこうと思います。で研究に研究を重ねて、自律神経を整え熟睡を促す耳かきの音が今本当に嬉しいことに、もうすぐ50万回再生になろうとしています。こんなに多くの方にそのエンターテインメントでありながら、ガチで聞いてくれてる人もいて、一生懸命作ってよかったなって思います。でまだまだそのリラックス音源っていうのは可能性があって、音楽だとちょっとまた範囲が狭まってしまうというか、俺自身はその音楽ではなく、昔音楽を研究してたんだけど、音楽ではなく音源を研究していくことによって身近なもの全てが題材になっていく、解も不解も、いろんな要素で考えながら、研究してます。でまだまだやっていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。なんか今日はちょっと支離滅裂、雑談なんで OK だよね今日も
ありがとうございました。Thank you, my friend. See you again. また会いましょう。Yes, you are good. Yes, you are good. Yes, I am good. Yes, we are good. I hope you are doing well. おやすみなさい。